誰に言うの？え？無じゃん。オーケー。嘘やろ。ああちょっと見せない。それは はい、どうもカツポンです。今日は、まあ、テレミアのね第2弾なんですけど、まあ、なんと実はテレミアンウォーターパークかなり延長されたというわけで、まあ、延長7月25日の新エリアドリガンの実装までですねなったんですけど、それプラスねあのテレミアンの謎解きがかなり簡単になったんですよね。で僕もともと3つ手に入れてて、であと4つ目のあの塔を5つ目まで行くってやつね、もうそれさえクリアしたらまああと簡単みたいな話だったんですけど、まず塔を5番目まで行けないよねっていうねことでもう諦めました。あのね報酬の方もねあんまり変わんなかったんで、まあ別に8個までやらなくていいかなと、もうやんないので、今せっかくのイベント中なんですけど、もう釣りも僕しないし、で謎解きもしないしなんで、僕は自分を強化してました。はい、というわけでね、あの前回と全く違うところっていうのがレベルが60になったっていうのと、あとクツムとダンデリオン手に入れましたと、あとセラフネックレスにオーガから買いましたね。で他にはベルトとか、まあ、この辺は全部自分でなんとか作りました。で今回のねテレミアンのイベントでもらえるオーブを50個集めるともらえる三日月リング、まあ、これだけねあのもらったものになってますね。はい、というわけでね、まあそういうことなんですよどういうことやって、ちょっともうちょっとクザかなんでクザかいきます。堂々とオートなんで渡っていく。結局ね、やんないんですよね。なんていうの、魚のタコの方もさ、結局何ずっと放置してたらさ、放置してる時間がもったいなくて、その時間料理しようみたいな感じで料理してたら貢献度も265いきましたしね。あとは知識集めもちょっとしたいなとか思ってるぐらいで、まあこのクサカまでの移動中ね、まあ、せっかく強化したんでダンデリオンとねクツムね、まだ一回もねボス行ってないんですよ。ずっとあのナーガで狩りしてました思います。であとね前回の動画から変わったところといったら、もうメインストーリーは全部終わらせました。カーマスリビアかこのね、カーマスリベアのクエストも全部終わって、レベル58かなのクエストが終わって、レベル59のクエストがないので、もうここで今終了ですね。この今有名なほら、ガイピンってあるじゃないですか、ガイピンね。あの、亡者たちがここで経験値狩りしてるっていうガイピンね。あマジクソ強えから。あの、3体倒すのにね、結構ね、何分かぐらいかかる。出ました。取れたらいいな。まあ売るんですけどね。あ、来た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 わー。
あ、はい、死んじゃいました。おっと、投げ。でもこういう時はね、一回ね、僕ね、当たり取ったことあるんですよ、実は。おめでとうございます。やった。いやー、外れね。称号クザカバスター。あー、まあ、なんかもう使えないハイピュアですね。一回死んだのに、一回死んだのに。称号のクザカバスターってどれでもらえたんだろう。選ばれたもの、メモリア。え、どれ？戦闘型か。クザカバスター。クザカにとどめを刺したのは私だ。クーザーカとどめ刺しても何ももらえんとか、マジふざけんなって。はい、というわけで今日はこのぐらいにしたいと思います。まあ、次回からね、なんか黒い砂漠で何か動画を出すなら、何か出すなら、まあ、金作とかその辺かなと思いますね。うん、あと何かのイベントがあったり、そういう時ぐらいじゃないと出さないかな。まあ、あとは生放送するかって感じですね。でも一応僕のチャンネルの主観というか、まあ、主が、まあ、黒い砂漠ではなくファクトリオなので、まあ、ファクトリオやりつつぼちぼちで黒い砂漠の生配信やっていけたらなと思います。はい、というわけでね、まあ、本来はこのパート2でテルミアンの謎の方をね、動画にしてあげようかと思ってたんですけど、思ったよりかなり難しくて3までしか進まなかったんで、まあ、今回こういう風に、まあ、ステータス紹介とクザカということになってしまいました。大変申し訳ございません。はい、というわけで、もしよろしければ高評価、チャンネル登録の方お願いします。それではバイバイ。